ミッドナイトの諸君は自分がもう一人いればいいのにと思ったことはないかな。19世紀中旬のラトビア共和国、とある名門寄宿学校の教室でフランス語の授業が行われていた。授業をしているのはフランス人教師エミリー・サジェ。エミリーは数週間前に赴任してきたばかりだったが、とても優秀で魅力的な彼女は生徒からも他の教師からも人気があった。授業が進み、エミリーが黒板に文字を書いていた時だった。一人の生徒が短い悲鳴を上げた。それをきっかけに生徒数名が悲鳴を上げ、一斉にどよめく室内。エミリーは不思議に思って振り返った。皆さんどうしたんですか？授業中ですよ。すると生徒の一人が声を震わせてこう言ったんだ。でもエミリー先生が、二人いるんです。ミッドナイトムーン。まだまぜ、突き照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、You know。 闇人形のヤミリですわ。そしてこちらがミリ。ミリは私の分身のようなものですのよ。ボンジョー、ドゥーモペアオミリ。基本人間は嫌いだけど、買ったばかりのベニール傘を突風でぶっ壊されてる人間は大好きよ。フランス語の挨拶は良かったけど、人の不幸を見て喜ぶのは良くないと思うぞ。さて、今宵お話しするのは分身がいることで世界的に有名な教師エミリー・サジェについて。優秀な教師エミリーだったが、分身が現れるせいで暗雲に包まれる人生を送ることになるんだぞ、You know。 二人のエミリー。遡ること176年前の1845年、ヨーロッパのバルト海岸岸にあるラトビア共和国が今回の舞台だ。その日、貴族の子供たちが通う名門校ノイベルケ寄宿学校に新しい女性教師が赴任してきた。彼女の名前はエミリー・サジェ。とても優秀なエミリーの活躍をみんな期待しており、エミリー自身もその期待に応えるよう熱心に仕事に取り組んでいた。生徒にも教師仲間にもすぐに受け入れられたエミリーは瞬く間に人気の教師となり、全てが順調だった。しかし赴任して数週間経った頃、一部の生徒がエミリーの奇妙な噂話を始めたんだ。エミリー先生が二人いるような気がする。もちろんそれを聞いた教師たちは信じておらず、単なる生徒の見間違いだと決めつけ、真剣に話を聞かなかった。しかしほどなくしてその噂話を無視できなくなる出来事が起きたんだ。ある日の授業のこと、教室で17人の生徒の前に立ち、エミリーがフランス語の授業をしていた。エミリーはいつものように黒板に向かって文字を書いており、生徒たちも真剣な眼差しで授業に取り組んでいる。その時、突然教室中に生徒の悲鳴が響き渡ったんだ。それに続いて何人かの生徒が椅子から転げ落ちたり、教室から飛び出していってしまった。残った生徒もほとんどが落ち着きを失ってしまっている。エミリーは思わず声を張り上げた。何事ですか？授業中ですよ。すると一人の生徒が怯えながらこう言ったんだ。先生の後ろにもう一人先生がいるんです。目撃者は授業を受けていた17人の生徒たち。エミリー本人だけが何が起こったのか分かっていなかった。17人もの生徒が一緒に目撃したとなると信憑性が高まりますわね。そうなんだ。そしてこの事件をきっかけに教師たちもエミリーの分身がいると信じ始めるんだぞ。その日を境にもう一人のエミリーは頻繁に現れるようになった。ある時は食堂で食事をしているエミリーのすぐ後ろに現れ、エミリーを真似するように食べる仕草をしていた。また鏡の中にエミリーが二人映っていたという証言もあった。こうして目撃談は増えていき、学校にいる全ての教師と生徒がエミリーが二人いるという話に確信を持つようになったんだ。教師の一人がエミリーに勇気を出して直接聞いたこともあった。あなたが二人いるみたいなんだけど。そう聞かれたエミリーの答えはたった一言。二人？何のことか分かりませんわ。エミリー本人は自分がもう一人いる自覚がないということは、分身の術を使ってるわけじゃないんですもんね。もう一人のエミリーは決まってエミリーの死角になる場所に現れていたんだ。だからエミリーは自分だけが見えない分身にただ困惑するしかなかったんだぞ。愕然たる事件発生。エミリーの分身が学校中で話題になった頃、エミリーをさらに追い詰める事件が起こった。その日は42人の全生徒が講堂で裁縫の作業に取り組んでいた。生徒たちの何人かは講堂の窓から花壇で花の世話をしているエミリーを確認している。事件が起こったのは裁縫を担当していた教師が講堂から出て行った時だった。教師と入れ替わるようにエミリーが講堂に入ってきて、教師用の椅子に座ったんだ。エミリー先生どうしたの？
生徒の一人がエミリーに話しかけたが返事はなかった。それどころかエミリーには表情がなく、動きは妙にギクシャクしている。まるで人形が操られているかのように。生徒たちは様子のおかしいエミリーを見て困惑した。そしてある生徒がふと窓の外を見ると、さっきまでと変わらず花壇の世話をしているエミリーの姿が。なんと校庭に入ってきたのはもう一人のエミリーだったんだ。教室の中はパニック。悲鳴を上げたり席を立ったりしてざわめく42人の生徒たち。そんな中一人の生徒が勇気を出してエミリーの分身に近づいた。エミリー先生。返事はない。目を合わせることもない。エミリーの分身は無意味に首をかしげたり手を動かしたりとギクシャクした動きを繰り返していた。そしてその生徒はエミリーの体に触ろうと思い切って手を伸ばしてみた。するとその手がエミリーの体をすり抜けたんだ。そしてエミリーの分身は無言のままゆっくり姿が薄くなり消えていった。その時に手を伸ばしてみた生徒はまるで布切れでも触ったかのような弱い抵抗を感じただけだったという。つまり今まではエミリーの近くから離れなかった分身が本物のエミリーから離れた場所で自由に行動するようになっていったんだ。本物のエミリーは花の世話なんかしている場合じゃありませんわ。勝手に動き回られたらこれから大変なことになりますわよ。実はこの時エミリーは気分が悪くなり急激な疲労感に襲われていたらしい。全生徒の目前で起こったあまりにも衝撃的な出来事はエミリーにとって致命的な出来事となった。生徒の口から伝えられたエミリーの分身の噂は瞬く間に地域住民の間に広まっていったんだ。その噂に反応したのが生徒たちの保護者。エミリーのような問題を抱える教師がいる学校は教育に適さないと考え、自主退学を申し出る家庭が続出したんだ。その結果1年間で転校した生徒の数は全生徒42名のうち30名。この事態を重く見た学校長はやむなくエミリーを解雇したんだ。解雇はきついですわね。でもどうして突然分身が現れるようになったのかしら。実はエミリーには学校に対して秘密にしていた重大な隠し事があったんだぞ。 You know? 不幸なエミリー。エミリーはノイベルケ寄宿学校に赴任する際に隠していたことがあった。それはこれまで18校の学校を解雇されていて、その理由が全てエミリーの分身だったということ。実はエミリーは自分の分身が現れることを知っていたんだ。エミリーが教師の資格を取ったのは1829年、16歳の時。それからノイベルケ寄宿学校に赴任するまでの17年間、エミリーはどの学校も1年足らずで退職に追い込まれている。しかし分身を制御できないところか、見たこともないエミリーにはどうすることもできなかったんだ。エミリーは17年間いつか自分の分身が消えることを願いながら大好きな教師という仕事を続けていたのかもしれない。ノイベルケ寄宿学校を解雇されたエミリーは他の学校へ赴任した。しかしそこでも同じ理由で解雇。その後20校もの学校を転々とすることになったんだ。このように学校を転々としていたエミリーはついには赴任先がなくなってしまった。こうして働き先がなくなったエミリーはそのまま教師を辞めてしまい、妹の元に身を寄せることになったんだ。自分で分身をコントロールできれば最強でしたのに、寝坊で遅刻した時とか仕事をサボってしまいたい時とか。確かにもう一人自分がいればいいのにって思うことあるよね。エミリーの話は史上最も有名な分身が現れる事件として多くの人に知られている。そしてこのエミリーの分身の正体については後世様々な考察がされているんだぞ。 You know? 分身の正体は人間の分身と聞いてドッペルゲンガーを思い浮かべたミッドナイトの諸君もいるんじゃないかな。ドッペルゲンガーとは簡単に言うともう一人の自分が現れる現象だ。出会ったら死ぬ、本当の自分を殺害するために探し回っている影の自分などと言われ恐怖の対象とされることもある。しかし現在では医学的な研究が進み、ドッペルゲンガーの正体は脳の病気と言われるようになったんだ。脳の一部が腫瘍や血流の変化によって圧迫または刺激されることにより幻が現れるようになる。その幻がドッペルゲンガーだ。つまり自分のドッペルゲンガーを目撃した人には脳に何らかの異常があり、命を落としやすい状況にあるということだ。そうすると会ったら死ぬといった話とも辻褄が合う。しかしエミリーの場合はドッペルゲンガーということは考えられない。なぜならエミリーの分身は本人ではなく他の人が見ているからだ。エミリーの現象については様々な仮説が存在している。幽体離脱説、宇宙人説、パラレルワード説、集団ヒステリー説や集団催眠説など挙げていったらキリがない。
その中で最も有力なのはエミリーが集団催眠をかけていたというもの。しかも起きる頻度や場面などから考え、エミリーは催眠を無意識に行っていたんじゃないかと言われているんだ。しかしこの説には一つ大きな謎が残る。エミリーの目的だ。エミリーは分身の存在のせいで転職に追い込まれ、せっかくなった教員という職も辞めることになった。一番分身の被害を受けているのは他でもないエミリー自身なんだ。エミリーの無意識領域、つまり潜在意識に本人さえも気づかない闇があったのだろうか。私も無意識に剣の髪を抜くことがあるけど、私の心にも闇があったのかしら。最近起きると髪の毛が抜けているのはそういうことだったの？でも学校から離れてゆっくり過ごせるようになったんだし、エミリーもこれで一安心かしら。そうだといいんだけどね。では最後に妹との暮らしの様子を見ていこう。妹の元で穏やかに暮らしていたエミリー、しかしある日エミリーにとって姪にあたる二人の子供たちがエミリーに向かってこんなことを言った。エミリーおばさんが二人いる。そう、今まで学校でだけ現れていた分身が家でも現れるようになったんだ。再びエミリーの噂が街に広がった。居づらくなったエミリーは置き手紙を残しどこかへ去って行ってしまった。ロシア方面へ渡ったとも言われているが詳細は不明。彼女の行方は誰も知らないと言われている。ミッドナイトの諸君は身に覚えのない場所で諸君を見たと言われたことはないだろうか。もしかしたら諸君が自分で気づいていないだけでもう一人の自分が動き回っているのかもしれない。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君無理せずでいいんだぞ。死んでよ、死んでよ。おい落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。